どうも山田俊明です。今日はですね、久しぶりにマロ関連動画アップしたいと思うんですけども、マロを譲っていただいたドッグハウスラサさんという、ペットショップがあるんですが、そのラサさんがお店とは別に、まあ、ブリーダーさんですから犬舎をお持ちなんですよね。で、今日はその犬舎に私が出演している朝ですの取材が入るということだったんで同行させてもらいました。で、実際にその犬舎の中を見せてもらうということになったんですけども、まあ今道路に出てるんですが、このね建物なんですよ。もうすでに元気のいい声が聞こえてきております。中は一体どうなってるんでしょうか。行ってみましょう。迫力でしたよね。まああそこにいる子たちが、まあだから親になるわけで、でそこの子たちが産んだ子犬たちがここ、ペットショップラサに来るというようなことですね。だからまあぜひああいう元気な子たちの子供もいっぱいいますんで、
ご興味ある方は一度お店に来てみてはいかがでしょうか。そしてですね、なんとこのラサでは年に一度のスーパーセールがですね、この3月に行われるということなんです。ぜひご興味あるという方、ラサさんインスタも始めてますんで、フォローなんかしてみてはどうでしょうか。それではまたお会いしましょう。さよなら。なら。ねえ、帰るよ。なら、お手。マルシート。まだよ。よし。はい。